こんにちは、ヤギちゃんバイ。今日は春のミツバタバ楽しむために九州にやってまいった。長野はまだ冬やけんね。博多弁を調べてチャレンジしてみましたが、なかなか難しいですね。今日は人生で初めてミツマタを探しにハイキングに向かいます。そして信じられない、山でもあいつに遭遇。さらに麺3杯を食べてしまいました。博多駅の近くでレンタカーを借りて車で40分、西山に登るため犬鳴ダムというところに向かいます。駐車場は犬鳴ダムの近くの湯の前の看板の近くのこちらに置かせていただきました。今うちは犬鳴ダムの横におる。ここから西山大展望まで登ってミツマタ群生地に向かう。標高差360メートル、距離2キロ、2時間クラインコースンバイ。それじゃレッツゴー。今日紹介するのは、おとといの3月29日に登った九州の山なんだけど、実は X で全国のみんなにミツマタが咲いている情報を聞いておきました。教えてくれたみんなありがとう。詳しい情報は私の X の URL を概要欄に貼っておきます。本当に4月が旬で今かなり見頃なので、もしよかったら見に行ってみてね。ついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。緑色でキラキラ。歩き始めて5分ぐらいしたら、すぐ沢の道に出て、そこからこう岩と沢の間をテクテクと登ってきました。大きい段差とかはないから、かなり初心者でも歩きやすい道です。で、ミツマタまでは15分って出てたんだけど、まだ見当たらないな。もう10分15分ぐらいは歩いてると思うんだけどな。もうちょっと里山の道を進みます。はい。すごい。これは、はい、歩き始めて本当に15分ぐらいでミツマタの群生にたどり着きました。じゃーん、すごい。これ全部映ってるかな、わかる？黄色と白の可愛いポンポンのお花が咲いています。かわいい。でも今私この辺にいるんだけど、こっからさらに上、あの辺も全部咲いてる。かわいい。ミツマタだらけ。ヤギちゃんのイメージカラーは黄色です。どーん、すごい。ここ道になってるじゃん。ちょっと中入っちゃおう。すごっ、めっちゃかわいい。かわいい。長野はまだまだ雪が降ってるんだけど、かなり春の訪れを感じております。そしてあそこに野生の山菜がいます。山菜ね、さっきからね 2,3 個見つけてくるくる回ってるのがねありました。種類がわかる人がいたらコメント欄で教えてください。
すごい。もうちょっと上の方も行ってみようかな。よし。やば。よし、よし。怖っ。もういない？あっちですか。あの三島さんとこいる。やば。え、どうしよう、どうしよう。え、イノシシ。小切れだから警戒しなきゃやばい。え？どっか行ってない。大丈夫？うん。でも警戒、多分突進してきてやばいよ、あいつら。やばいよね。え？なんかさ、バキ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 言いながら遠くから迫ってくるから、黒い毛むくじゃらが走ってきた。めっちゃ怖かった。すごい野生。突進されたらやばいっすよ。怖かった。苔には気をつけて。腰痛い。本当はちょっと先のあの西山展望台まで行こうと思ったんですけど、ちょっとあのとても腰が痛いので、今日はこの三ツ俣のトンネルをくぐって下山しようと思います。ちょっとあの腰が痛いのでワープする、ワープできなかった、不調だ、腰が痛い。ほんと苔気をつけてね、みんな。ほんとね、ワープ降りてきました。じゃーん、桜が綺麗に咲いています。素敵。これはしだれ桜ですね。だいぶしだれております。よいしょよいしょよいしょ。ただいま。腰が痛い。ただいま時刻は2時くらいです。飛行機の時間が9時なので、あと7時間遊べます。今九州に来て5日目、今日が最終日なんですけど、食べ足りないグルメがあるので、レッツゴー。玉670円。
かけ放題でいっぱいかけたネギを舌に沈めて柔らかくしてからいただきます。麺は固め、普通、柔らかめって選べるんだけど、固めでお願いしても普通くらいだったので、柔らかめだと不安不安な感じがします。出汁が甘めで、お肉がこの前食べたすき焼きと同じ味がします、うん、九州特有の甘じょっぱいスープ、おいしい。卵を絡めていただきます、うんうんうん、これは間違いない。ちなみに地元の方に隠れ裏メニューとして雑炊を教えてもらいました。これは300円くらいかな。味はキムチっぽい醤油味ですね。ほんと皆さんが想像する通りのキムチっぽい醤油味です。ピリ辛キムチのだし雑炊みたいな。なんと麺が汁を吸ってしまった時用に追加のだしをいただけるのですが、これがしょっぱめで美味しかった。しょっぱいだしも作れるんですね。ごちそうさまでした、パックン。次、時間が余ったので海に向かいます。長野は海なし県だから海は楽しみ。ここで何かを伝えます。う、M、I、海。近くのかき氷を食べに行く予定だったのですが、なんと休業中だったので、より近くのアイスを食べに行くことにしました。おじいちゃんが作ったアイスが売っています。卵の果肉が2段、それからブルーベリーが2段、それとヒューガナスと甘王、それから小豆と甘王、おいしそうバナナと甘王、それからブルーベリーと甘王、全部250円です。安い。白いちごと甘王、ヒューガナッツと甘王。私、白いちご食べるの初めて。お返しました。今から空港に向かって長野に帰ります。おー、屋台だ。屋台がね、あちこち出てるの。天神エリア、すごい。今日も
み本位で3階の展望デッキに来ました。飛行機いっぱい。そして福岡空港にはラーメン滑走路という九州のラーメン屋さんがたくさん詰まった夢のような場所がございます。博多のご飯はいっぱい食べたので今回は鹿児島のラーメン屋にやってまいりました。特製の醤油ラーメンです。美味しそう。味は美味しいけどなんだか想像と違ったようなそんな感じがしまして、ちょっと不発なような気もするような。黒豚餃子です。餃子は皮が薄くて本当に美味しいですね。でもちょっと不発なような。というわけでやっぱり舌が欲しがっていた豚骨ラーメンで締めようと思います。あー綺麗ですね。お醤油ラーメンにちょっと納得といかなくて、初日に来たラーメンにうなり、魚介豚骨が忘れられなくて締めはこっちにすることにしました。いただきます。これで本当に満足しました。九州には5日間いたので博多グルメとか他の島が綺麗に見える低山とかまた動画公開しようと思います。最後に本日のヤギコーデです。山シャツはリッチマウンテンギア、黄色い T シャツは山クック商店、ショートパンツはパタゴニア、靴はサロモン、サコッシュはパランテでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではまた来週土曜夜8時、またねー。